はい、ではマルサの女パート3いきましょう。青芝駅の四つ菱オートに向かいます。あ、あっちか。意外やね、意外な移動。そっちかよ。下に展開していくものとばかり思っていたぜ。意外な方向に展開しました。リースか、思いっきりそこやな。リースが1個あんねやな。あとは狭いっすね。か、四つ菱オート。まずは見ての通りよねと。調べるものもない。港町税務署の板倉と申します。ただいま反面調査中なんですが、少しお待ちください。ただいま参ります。反面ってやつですね。まあ証拠のすり合わせみたいな。結構狭いわね。本、それに電話。ん？あのノート、帳簿かしら。帳簿調べよ。本。あらやだ、ヌード写真だわ。なんやねん。普通の電話だわ。特に変わったところはないよね。おお、びっくりした。どうも、社長の横山です。横山さん、前髪が、ちょろーんなってる。港町税務署の板倉と申します。ただいま、反面調査中なんですが、うちは一月に100台くらい売ってますから。調べるって言っても大変ですよ。まあそれでも構わないと言うなら構いません。納車書、大和建設、大和建設とあった。これはブルドーザーね。確かにあるわ。クレーン車もあるわ。あるんや、あるんや。確かに、確かに売ってるということですね。それだけ、それだけ、それだけか。確かに情報があったということだけか。ちょっとジジイに聞いてみようか。ジジイに四つ菱オートを当たってみたんですけど、ブルドーザーもクレーン車もちゃんと納車書がありました。そう、まあでも本気強く頑張ってくれ。あのマニュアルの裏には大きな脱税組織が絡んでいるかもしれんし。ところで今日のパスワードは、もういいですね、もういいですね。はい、もういいですね。しつこい、ええ加減しつこいという声が聞こえてきてるので、吉野、終わったかな作業は。吉野君どうだった、あの給料の支払い先。まだハガキは全部確認してませんが、中に電話番号の書いてあるのがあったんで、そこに電話したんですよ。そしたらその人ね、書かれている金額の半分しかもらってないって。お、文句言ってましたよ。来ましたね、来ましたね。そう、尻尾が出てきたわね。そこの電話番号教えてちょうだい。002-0567、古田さんという人です。これで電話も自分でもするのかな。自分でも電話をする感じかな。おじいちゃんがいない。コードを使って、うわ、ちょ、やめて、やめてよ。いや、それは無理でやろう。これメモっとかなあかんパターンのやつやん。番号間違えちゃった。ちょっと待ってくれ。これはめんどくさい。ちょっとメモ帳を用意しよう。もう一回教えて。002-567。0567。はい。電話していこう。このパターンあるか。002-567。よし。いるかな。いはるかな、こんな昼間に。日雇い行ってんじゃが。はい、古田です。港町税務署の板倉と申します。大和建設のことでちょっと。あ、大和建設、あそこの親父せこいんだよ。ブルドーザーちょっと傷つけただけで借り物だからなんて、借り物、借り物だからなんて抜かして給料から引いたりとか、そんなことばっかりしてる。借り物だと。え、借り物。ええ、あの親父はそう言ってたけれど、ありがとうございました。よし、町のリース会社を調べてみよう。ピリーンみたいな音した。よし、
会社を調べた。ミナトリース所在地青芝 2-16。 さあ行きましょう。もうリース会社の場所は分かってるから完全に、青芝へゴー。ということは納品書が、納品書もうていうことは四菱オートも完全に来るってことやん。こうなったら調べる話。港町税務署の板倉と申します。少しお待ちください。ただいま参ります。目につくものといえば椅子、机、黒板ぐらいね。特に変わったところはない。机は特に変わったところはない。黒板は、あら、大和建設が取引先リストに載ってるじゃない。悪いの来た、これ悪いの来た。第一ボタンまで止めてる。すんごい詰め襟詰めてるな。絶対もう犯罪者見た感じ。男で港町税務署の板倉と申します。どうも、社長の西川です。西川君、すいませんが帳簿を見せていただけますか。ちょっと待ってください。これがそうです。帳簿を調べましょう。これじゃ取引先がよくわからないわね。すいませんが伝票を見せていただけますか。ちょっと待ってください。これがそうです。伝票あった。大の得意先じゃない。大の得意先じゃない。移動でいいのかな。税務署に戻る。大の得意先であるということが分かった。そして調査中の大和建設、随分大胆な脱税をやってました。ブルドーザーやクレーン車、これ全部リースです。そうか、ここまでやればマニュアルのことを吐かないわけにはいかんだろう。ところで今日のパスワードはになったよ。では、一応毎回絶対吉野にはアクセスしなあかんねんな。吉野くん、ハガキの方どうだった。いやー、宛名不明で58通。うわ、戻ってきてるなおい。まったく、ほとんど嘘の給料支払いだったのね。めちゃくちゃしとるなおい。やりすぎやって。なんかもうマニュアルとかいう問題じゃない、やりすぎやね。ざっと見積もっても5000万くらいの脱税が起こってるってことか。半端やないな。5000万の脱税で5000万ぐらいの利益隠し、所得隠しが。え、あ、違う、間違えた。ここ四つ星大手や。あ、左に行くんや。ああいう時左に行くんや。大和建設行かないと。よし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 。半端やないな。そらバレるやろ。いや、このレベルは捕まるやろ。節税とかいう問題じゃないっすもんね。完全なる脱税。よし、ゴー。呼ぶ呼ぶ呼ぶ。山下、あ、また来はりましたな。証拠掴んだからまた来ました。早速ですが、給与台帳にある70人の人にハガキを出してみました。58枚も戻ってきたんですけどね、山下さん。みんな引っ越してしもたんやろ。うわ、腹立つな、こいつ。こいつ腹立つな。いい加減にしなさい。同じハンコ使って架空の受領書を作ってるのだって、もう分かってるんですから。たまたま一緒ってことだってありましたろ。あなた、嘘ついてるでしょ。なんて人を嘘つき呼ばわりするんでっか。出て行ってんか。うわ、脅す以外でも出て行かされんねや。あんまりきつく行きすぎんのあかんな。出て行かされたもん負けみたいなとこあるから。まずはこれを暴いて、たまたま同じってことはないよ。古田さんってご存知。いや、知りまへん。山下さん、税務署を甘く見たらやけどするわよ。本当にあんたは辛い人やな。日雇いを雇うのも大変ね。そうでんな。
お宅で働いていた古田さんからいろいろと伺いました。あの人だって給与台帳に書いてある金額の半分しかもらってないって証言しています。山下さん、お宅のブルドーザー随分汚れてますけど、本当に1ヶ月前に買ったんですよね。え、送電がな、一月前に四つ星オートから。こちらもだ。クレーン車って結構なお値段のものなんですね。あれ、ついこの間お買いになられたということですけれど。そうや、わしが言うとるのやから間違いないて。お宅で働いていた古田さんからいろいろと話を聞く。もう何も言えない。改めていくか。日雇い雇うのも大変ね、送電な。港リースで行って調査もさせてもらったんですから。今やお宅港リースのお得意さんじゃないですか。あれ、逃げた。え、逃げた逃げた逃げた。あえ、窓から飛び出してブルドーザーを運転した。あれは港リースで見たのと同じだわ。どういう状況やこれ。あれは港リースから借りたものなんでしょ。すんまへん、そこまで調べられたらわても男や。アンさん、脱税マニュアルのことを知りたがってましたな。あれ、2丁目の三不動産さんからうちの若いもんがもろてきたらしい。それ以外はわしもよう知らんのですわ。三不動産さんやな。ついに来ましたよ。ついに来ましたね。次、三不動産さんの方に移動やな。謎が徐々に解けてきてます。というわけで、大和建設の社長は折れました。マニュアルは2丁目の三不動産さんから手に入れたと言ってます。そう、不動産屋ね。だんだん確信に近づいてきたな。ところで、今日のパスワードは無形帳箱が実行をよりになったよ。ああ、では住所調べた方がいいかな。行くでしょ、当然。三不動産さんは三不動産赤山、分かってる。これは分かってた。よし、行きましょう。これよく考えたらさ、まだマルサーの仕事してないよな。どこでマルサーになれるんやろ。まだマルサーの女じゃないんですよね。どのタイミングでなるんやろ。まだまだ結構長いのかな。もう今ほら、ほぼ登場した建物はこれでほぼ全アクセスですからね。ここで三不動産でクリアってことはないやろしな。店員がいるわ。とりあえず店員と話そう。港町税務署の板倉と申します。少しお待ちください。ただいま参ります。普通の事務所って感じで、奥にも何かあるわ。あたり、お、なんかあるなんかあるなんかある。気になるものといえば、黒板に貼ってあるカレンダーと、うわ、何をあの机に置いてあるライター。なりきん趣味ね。なり、スバル銀行と書いてある。すごい豪華、宝石が散りばめてあるわ。うわ、びくさ、外人、え、外人社長、すごい、なんかダンディ。港町税務署の板倉と申します。社長の丸尾です。丸尾や、出た丸尾。確かにこんな顔やった。こんなとこで丸尾が何を話したらいいのやら。腕時計、キーホルダー、体中金だらけだわ。おまけにいやらしそうな口元。それはええやんけ、それはええやんけ。別にそこは許したってくれや。腕時計、ロレックスの時計ね。1000万円以上のものだわ。すげえ、デイトナで宝石散りばめたパターンのやつか。ベンツなんて大きく書いてあって嫌味な人。ベンツでも買えばみたいなこと言っとったやつか。オープニングで口元、うわー、金歯がいっぱい。で、口元調べたんや。
山下のこと、大和建設の山下、いや知らないね。マニュアルのこと、脱税マニュアルね、そんなもんあったらいいな。丸尾さん、帳簿を見せていただけますか。それと現金帳も、どこにしまったんだったかな。そんなに見られては困るものなのですか。いやいや、そんなことはないよ。ちゃんとほら、この引き出しに入ってるって。なんだ、知ってるんじゃないですか。とぼけなくたっていいのに。えへへ、いや何その、何やねん。帳簿と現金帳をお預かりします。お借りします。これが借用書です。持ってっちゃうの。持ってっちゃうよ、そら。こっちは事務所で調べねえから、いちいち事務所で調べねえから、いちいち梅雨口に一回喋ってから事務所で調べんねん。こっちは梅雨口、ロレックスの時計といい、ベンツといい、脱税の匂いのするものばかりです。いや、そうとは限らんやろ。そうとは限らんやろ。だいぶあれやね、うがった見方をする女性ですな。それはええやんけ、別に。金貯めて、コツコツ貯めて、こうたかもしれへんがな。偽物かもしれへんし。とりあえず、帳簿と現金帳を借りてきました。これから調べてみます。不動産を買ったもので、疑わしい人も注意してみてくれ。あー、なるほどね。そうかそうか。マンション、港町のマンションが怪しいからね。はい、わかりました。ヨシノにも何かちょっとやらせる？いいのか？ん？いいのか？パソコンか？あ、違う違う、帳簿調べないと。そうですね、帳簿を調べないと。あ、現金帳。何か疑わしいところは、あれ？この仲介手数料の支払い先の名前、会社じゃないわ。松田聖子ですって。残念な名前ね。こっちの菅野正樹という人の電話番号と一番しか違わないなんて、こっつもう怪しいというか、もうやりすぎやねんって。だから神田正樹と松田聖子、しかも電話番号一番しか違わない。調べる価値はありそうね。番号は、114-0549かと。はい、さあじゃあ調べてみよう。もう臭すぎるからな。あ、間違えた。電話0、あ、1114-0549。パッ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 パン。はい、松田です。あ、ちゃんと出た。マジか、マジかよ。聖子は今留守にしているんですけれど。マジか、出たやん、ちゃんと松田で。今お宅を探しているんですが。あら、切られちゃった。チキーン言うた、チキーン言うて。じゃ次はカンタの方にかけますか。カンノか。550よ。一晩違いって言ってますよね。かかった、かかった。番号間違えちゃった。違うのか、逆の一晩違いか。これはちょっと自分で推理やりすぎかな。かからないのかな。両方かけてみるやろ、そら。関係ないのかな。出まへんな。あー、出た出た出た。よっしゃ、お手だ。菅野です。来ました来ました来ました。まさきは今留守にしているんですけど、すごいね、すごいね。あるやん、今お宅を探しているんですが。あら、切られちゃった。そうですか、そうですか。一応はい菅野ですとか、はい松田ですって言いよることは言いよるね。あ、そうか、これを調べれば住所がわかるわね。松田聖子、赤山11、菅野正樹、赤山6-1、両方とも赤山ですか。はい、よし。ということで、赤山の次は、松田聖子夫妻のもとへ行きたいと思います。見ていただいてありがとうございました。